たった一つのインジケーターだけで勝率 74% 安定して出し続けられる初心者用裏技5分手法を今回初公開します。また今回この手法で使用するインジケーターのかなこ推奨最強設定数値なのですが、適当な数値を入力してしまうと再現ができなくなってしまうので必ずお受け取りお願いします。知りたいって方はぜひこの動画の概要欄にあるリンクから私の LINE を追加してマウスとカタカナ3文字でキーワード送ってきてください。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。最近髪の毛をバッサリ切ろうかな、どうしようかなと迷っているんですけれど、皆様はショートかボブかロングだったらどれ派とかってありますか？そして女性の方は今の髪型を教えてください。参考にさせていただきたいです。コメントで教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では本題に入っていきましょう。先日 LINE 購読者のまなぶさんという方からこのようなご連絡をいただきました。かなこさん、ご無沙汰しております。インジケーターが混ざってわからなくなってきました。2つや3つの方が根拠が強いと言っていたのでわかりますが、自分には苦手です。シンプルでいい手法ないですか？教えてください。とのことで、まずはまなぶさん、 LINE でのご連絡と掲載許可ありがとうございます。突然ですがあなたに質問です。最近使用されている手法、エントリーするための条件っていくつありますか？だいたい2つから3つだと思います。もちろんより精度の高いトレードのためにはその分条件も増えがちなのですが、いざエントリーポイント探すぞって際に条件1つ抜けて負けてしまったとか、うまくポイントが探せずチャートを見ること疲れてしまったとか、シンプルに難しい、初心者の自分には無理なんて思ったことあるはずです。そこで今回紹介する手法は、私は使う手法の中でもたった一つのエントリー条件で、しかも勝率 74% 叩き出した前代未聞の5分足逆張り手法を徹底解説していきます。この動画1本でエントリー条件が難しい割に資金がプラスにならない、そんな結果がついてこない手法から脱却できます。単純で安定した勝率が出る手法を試したい、そんな方は必ず最後まで動画ご視聴いただき絶対に取り入れてみてください。はい、では早速説明していきます。今回の手法で使用するインジケーターはすでに画面に表示されておりますエンベロープのみです。エンベロープというのはこの上下に表示されております水色と黄色の線ですね。これだけで OK なので非常に簡単です。エンベロープについて知らないという方向けに簡単にお伝えするのですが、このエンベロープというのはトレンド系のインジケーターになります。トレンド系というのは主に今の相場が上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか、はたまたレンジ相場なのか、そして勢いは強いのか弱いのかといったことを判断するために使われるインジケーターです。このエンベロープは移動平均線から上下に一定間隔で引いた線、これがエンベロープです。価格が移動平均線からどのくらい上下に離れているのかというのを見るために使うものです。ですが今回はどこで価格が反発するのかというのを見極めるために使用していきます。はい、では早速エンベロープの挿入手順について解説をしていきます。そしてこの設定数値非常に大切になりますので動画後半でお伝えします。挿入を押してインジケーターを選択、その中にトレンドという項目があるのでエンベロープを選択します。開くとこういった形でエンベロープ入るのですが、今回の手法はこのエンベロープを追加であと3つ、合計4つですね、表示していきます。実際のエンベロープで使っていくベストな設定数値は私の LINE 登録者の方限定で共有しているので、概要欄から私の LINE を登録してマウスとカタカナ3文字でキーワード送ってきてください。適当な数値入力してしまうとこの手法を正しく使用できなくなってしまうのでご注意ください。はい、ではエンベロープが何か分かったところで、ここからはそれぞれのエントリーポイントを解説していきましょう。今回の手法のエントリー条件を見ていきましょう。まず今回の手法はレンジ相場の反発する点、例えばここレンジ相場だと思うのですが、上2つ反発してるの分かりますかね。ここを狙っていくということです。まずはハイエントリーから説明をしていきます。エントリー条件はたったの1つです。ハイエントリーの場合はレンジ相場または下降トレンドでハイエントリーをしていくことになるんですが、まずレンジ相場ですね、ハイエントリーの場合この陽線でハイエントリーをするとします。そうなった場合条件としてエントリーポイントの1つ前のローソク足が陰線であること、なおかつ陰線の下髭がエンベロープの一番内側の下の線に下髭が触れて価格が確定している、たったこれだけです。なのでハイエントリーの場合、陰線のまま下髭がこの一番下、なおかつ内側のエンベロープの線に当たってそのまま価格が終了しているというのがエントリー条件になります。こ
これが達成されたら次は指令範囲に取りをしていきます。今回の場合ですと9日射ですね。陰線のまま下髭が当たっていて、その次は指令範囲取りで勝つことができております。ローエントリーの場合は全く逆ですね。まずローエントリーの場合、このローソク足でエントリーしていくとして、一つ前のローソク足が陽線で、なおかつ上髭がこのエンベロープの上、内側の上の線、ここにヒゲが触れて価格が確定する。そしたら次足でローエントリーとなります。その結果次足で勝てています。ちょっと緩やかですけど、これは許容範囲です。たったこれだけと思ったかもしれませんが、たったのこれだけなんです。いかがでしょうか。非常にシンプルだと思いませんか。このたった一つのインジケーターと、たった一つの条件で勝率 74% と非常に高いです。今回の手法を実際に使って資金を増やしていきたいという方は、この動画の概要欄にあるリンクから私の LINE を追加して、キーワードマウスとカタカナ3文字で私の LINE に送ってきてください。また今後もあなたが資産構築を進めていくサポートを私なりにさせていただきますので、私の YouTube チャンネルのご登録、公式 LINE へのご登録、ベルマークのクリックやコメントでの応援メッセージなどなどいただけたら嬉しいです。また投資やバイナリーに関してわからないことがあれば、絶対にそのままにせず、お気軽に私の LINE にメッセージを送ってきてください。厳しいことを言ってしまうかもしれないですが、わかんないことをそのままにする人、そもそも聞けない人は稼げない人です。私の動画を見てくださっている皆様には、そんな稼げない人にはなってほしくないです。なので絶対に私に聞いてきてください。どんなことでもいいです。バイナリー以外でのメッセージもどしどしお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。